テンションプラス。今日は横手市にやってきました。こちらに今年の秋全国各地のさまざまなお祭りが集まるそうです。それでは行ってきます。県文化振興課の長崎弥生さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、長崎さん、横手市ではこの秋さまざまな伝統芸能や祭りを見ることができるイベントがあるそうですね。はい、そうなんです。10月の11日と12日地域伝統芸能全国大会日本の祭り in 秋田2015が開催されます。秋田の竿燈祭りや横手の送り盆祭り、あと県外海外の団体など約30の団体が出演する大きなイベントです。誰でも見ることができるんですか？はい、サブ会場の秋田ふるさと村お祭り広場と横手市富士見大通りは皆さんご自由に見ることができます。メイン会場の秋田ふるさと村ドーム劇場は入場整理券が必要です。8月10日まで応募受付しておりますので今すぐご応募いただきたいと思います。マテロノさん、はい、今日はですね横手の送り盆祭り委員会の鶴川直樹さんがお祭りのことをマテロノさんに教えてくれるみたいなので行ってみてください。はい、行ってきます。鶴川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、はい、送り盆祭りについて詳しくご紹介いただけますか？はい、14町内が約7メートルの長さの屋形船を繰り出します。河原で供養を済ませた船が蛇の先の橋の上でぶつけ合う迫力あるお祭りです。藁の屋形船に柳を添えて短冊をするし、河原に繰り出して供養したのが始まりと伝えられています。これが屋形船のミニチュアですね。はい、そうです。毎年8月16日に開催するので10月の地域伝統芸能全国大会はもちろん祭りの本番にもたくさんの方に、来てもらえたら大変嬉しいと思っております。楽しみですね。いかがでしたか？地域の伝統芸能って先祖を敬う心の表れでもあるんだなと感じましたね。それでは最後に長崎さんの今後のビジョンを教えてください。はい、10月11日12日地域伝統芸能全国大会は国内外の伝統芸能が秋田に集結します。たくさんの方に来ていただいてその魅力に触れていただきたいと思います。長崎さん、今日はどうもありがとうございます。プラスプラス県の課題解決に向けた提案ができる力を育むため8月7日に若杉県政体験を開催します。当日は101人の児童生徒が参加し知事との懇談や担当職員への提案を行います。秋田の将来を支える子どもたちを応援してください。9月13日まで上小兄プロジェクト秋田2015が開催中です。会場では絵画や彫刻の展示のほか音楽や舞踏、伝統芸能などさまざまなイベントを開催しています。また会期中の週末は秋田駅などからシャトルバスを運行しています。ぜひお出かけください。私の秋田ビジョン、横手ファンを作ります。